ささやくように恋を歌う第7話、過去と歌と秘密、見ていきたいと思います。前回つきっちゃった。わあ。じゃあ今回はどうするんだろうな。あと何話なんだろう。俺の中でのその一番盛り上がるところは終わったからね。ここからまたデートとかするのかな。じゃあ早速見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますのでフォローお待ちしております。よろしくお願いします。はい、それでは、アベマ TV で再生していきます。3、2、1、スタート。お、オープニングね。第7話、過去と歌と秘密。ええ。見て、いいな。今目の前で見てたからな。そりゃそうしたいよね。かわいい恋人つなぎだ。近くない。かわいい、かわいい。
いるな。あいつじゃね、あの紫のカビだろう。あ、いや違うか、こっちか、こっちかな。ちっちゃい紫とでっかい紫だ。文化祭かじゃ。かわいい。かわいい。すげえ。ささやく牛乳。いいね。やばいさ。かわいい。かわいい。ひま。
ドゥッカッ。すげえ。完全に。あら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 。バンドのあれか。ほう。いやー、緊張するよ。
頼む頼む、かわいいかわいい、うわ、全然違うな。系統全然違うじゃん。
かっけえ。個人的にはローレライの方が好みだ。そうだよね。やっぱそうだよね。何知ってるって。かつての夢と友達と。いやでも、いや、うわ、かっこよかったもんな。系統が違うからな。うわ、いい下手うんぬんっていうよりは、まあ完全に個人の好みの話になってくるんだけど、俺はローレライの方がかっこいいと思ってしまった。すーごかったな。歌詞もなんか多分あれなんじゃないの、 SS ガールズにいた頃のことを、ん？ SS ガールズからそのローレライに移ったことっていうか、なんかそういう感じの曲だったぽかった気がする。セリフとかが入ってたからあんま分かんなかったけど、知ってるってなんだ。いやでもやっぱ好きだよな、あれ。もう完全に好きだよ。あ、次回どうなるんだろう。いやー、これでオーディション落ちそったらきちい。受かっててほしいけどな。いやだ、でもやっぱなんかちょっときつい。過去、歌、秘密。どうなるんだろうな。終わり。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。Twitter もやっておりますので、フォローお待ちしております。概要欄の方にリンク貼っておりますので、そちらのチェックもぜひ。ということで、第7話、過去と歌と秘密でした。ありがとうございました。